こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、旭川いじめ事件で第三者委員会が見解、中二投資は自殺、いじめとの因果関係は不明。旭川いじめ事件で第三者委員会が見解を発表したらしいんやけども、とんでもない見解を示してるっちゃが、ミルキーブルーもこの問題ずっと扱ってきたけども、ほんとね、がっくしくるくらい胸くそすぎる見解よ。ではどのような見解なのか聞いてみてよ。北海道旭川市の公園で昨年3月、いじめを受けていた中学2年の広瀬爽彩さん、当時14歳が凍死体で見つかった問題で、同市教育委員会の第三者委員会が広瀬さんの死を自殺とする見解を示していたことが分かった。第三者委が遺族側に示した最終報告案では、広瀬さんが極寒の中を薄着で外出していることなどから、広瀬さんの死は自殺と考えられるとした。一方で、いじめとの因果関係については、いじめ以外の様々な要因を併記しており、不明と結論付けた。いじめを苦にして自殺したとする遺族側の主張とは隔たりがあるため、弁護団は市に再調査を求める方向で調整している。市は正式な要請を待った上で、市長部局にいじめ防止対策浸水法に基づく第三者委を設置する方針。これ、どう考えても裏にどす黒い何かがあるとしか思えんよね。この問題は事件発覚当初から加害者や教師を含むあまりにも残虐ないじめに多くの人が怒り浸透し、ネットで批判の声を上げたことでマスコミも動かし、ついには第三者委員会まで動かしたんよね。それなのにもかかわらず、今回の第三者委員会の見解は、いじめとの因果関係は不明って、あそこまで多くのいじめの証拠があるのに、なんでいじめとの因果関係は不明になるわけ。さまざまな情報から鑑みても、高い確率でいじめやろうもん。今回の第三者委員会の見解から考えると、加害者側を追及できない何か大きな力が働いている、もしくは忖度せざるを得ない何かがあると勘ぐってしまうよね。もしかしていじめの加害者は大物政治家の子供とか。まあ憶測やけん信憑性は定かではないけどさ。とにかく今回の第三者委員会の見解は大炎上不可避だと思います。まあ、今回の第三者委員会の見解を受け、これまで旭川いじめ事件で声を上げてきた YouTuber や多くの人たちは動くと思うし、世論の批判の声もさらに高まると思う。っていうか高めないかんよね。だからこそ今回ミルキーブルーも第三者委員会の見解を取り上げたんだけども、このあまりにも凄惨な事件をこんなにもありえない形で終わらせたら絶対にいかんと思う。何せ亡くなった広瀬爽彩さんや遺族がたまらんけんね。いじめた側は何の罰則もなしにのうのうと生きて、いじめられて自殺に追い込まれた側が泣き寝入りせないかんとかあったらいかんし、許されんよね。第三者委員会にいじめ加害者、あんたらは腐りすぎてもう人間じゃない、人間の皮をかぶった悪魔だ、ふざけるな。では、ご視聴ありがとうございました。それでは。